今回ご紹介するのは、ロンジンの自動巻き時計、レジェンドダイバー、レイト、REFL3.374.4 です。1960年代に製作された、ダイバーズウォッチを再現した、ヘリテージコレクション。高い防水性と、優れた機能性を備えており、プロのダイバーからアウトドア愛好家まで、幅広い層から支持されています。同社を象徴するシリーズとして、現在も、様々なラインナップで展開されています。本品は 36mm 系の SS モデル。文字盤はブラックカラー。ヴィンテージ調のラミネーションインデックスと特徴的な夜光ハンドの組み合わせ。312ゲート表示。外周にダイビングタイムを計測する際に役立つインナーベゼルが備わった実用的な風防デザインです。SS ケースはダブルネジ込みリューズ。スクリューバックのラウンドフォルム。裏蓋には、森を持つ潜水士、レリーフが確認できます。バンドは、専用のレザーストラップを装着しています。スポーティーで、カジュアルなデザインと、高い実用性を両立した、優れたダイバーズウォッチです。コンディション。ダイヤル、文字盤。特に、目につく大きなダメージはありません。おおむね綺麗な状態です。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスにサビなど出ていません。ケース、裏蓋。軽いすれ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。凹みなどもありません。風防。特に、目につく大きなダメージはありません。日常装着時の視認性も十分に確保されています。ベルト、尾状。ロンジンマークが確認できます。使用感がありますが、すぐに装着可能です。操作方法。21のつまみのねじ込みを解除します。回すとインナーベゼルが回転します。操作後は締め込んでおきます。41のねじ込みリューズを解除します。ゼンマイを巻き上げます。一段引いて回すと、レイトがチェンジ。二段引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。操作後は締め込んでおきます。付属品。ボックス、レッカーリ。取説です。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は19ミリです。ケース径は約36ミリ、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約 44.5 ミリ、厚さ約12ミリです。時計の外観コンディションや精度など詳細は、概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。